フグ板はオープンブズドをベースに作成されたライブシステムである。フグ板という名称はオープンブズドのマスコットであるハリセンボンと DVD などのディスクメディアを表す板に由来する。配布元からはライブ DVD 用の ISO イメージとライブ USB 用のディスクイメージの2種類が供給されている。このファイルを新調した後メディアに書き込むことで ライブ DVD やライブ USB が作成される。また、このライブシステムに内蔵されたインストーラを使用し、新たにライブ USB システムを作成することもできる。フグ板は、機能別に見ると、以下のように記憶デバイスを使用しているフグ板の特徴として、これらのデバイスは動作上独立しており、機能ごとに別のデバイスを指定できるという点がある。 例えば DVD-R を起動デバイスとし、フグ板のインストールされた USB メモリを運用デバイスとして指定すると、USB メモリブートの不可能な PC であっても、ライブ USB システムとして運用できる。また、起動時に運用デバイスの内容を、すべて TMPFS にコピーした後に、その TMPFS のみを使用して動作するモードがある。 この機能を使用すると、システム起動完了後に運用デバイスを取り去ることができ、完全にディスクレスな状態での運用が可能となる。その他、以下のような実装上の特徴がある、公式サイト関連情報。ありがとうございます。